フィギュアスケート男子で五輪に連覇の羽生結弦27イコール ANB がコメントを発信したことを受けてお隣の中国のファンも歓喜に沸いている羽生結弦は1日に日本スケート連盟を通じいつも応援いただき本当にありがとうございます今シーズンもより高みを目指して頑張りますとコメントを発表 ファンの間で歓迎と期待の声が上がった北京五輪では大フィーバーが起こるなど絶大な人気を誇る中国でも敏感に反応中国版 Twitter、美白、ウェイボーではファンから「現役ありがとう羽生結弦選手の次の物語が楽しみです」「常にサポートし続けます」などと喜びの声が相次いでいる一方で中には「怪我。 の防止のために 4A クワッドアクセルイコール4回転半ジャンプの練習をしないように注意してくださいと羽生結弦の練習内容について懇願する書き込みもかつて羽生結弦はジャンプの練習中に怪我を負ったこともあるだけに中国のファンも気が気でないようだ鍵山優真荒々しさを出したい新シーズンのプログラムに ハニュー・ユズルとの共通点初めてのロック曲に挑戦。鍵山雄心、19歳。オリエンタルバイを、中京大学は6月30日にライブ配信で。シェイル・イン・ボーン氏に初めて振り付けをしてもらった、新シーズンのショートプログラム、SP。イマジン・ドラゴンズのロック曲、ビリーバー、ビリーバーをお披露目。そしてフリーは、 3シーズン目となるローリー・ニコル氏の振り付けで、ピアノ曲、レイン、イン・ユア・ブラック・アイズ、レイン、イン・ユア・ブラック・アイズと発表した。7月1日、厚生新横浜スケートセンターで開幕した、ドリーム・オン・アイスでは、ビリーバーを演じた、初めてのロック調の曲なので、 荒々ししさを出したいといとうプログラム。音楽のキレを表現しながら力強く鋭角的な動きで滑り出した鍵山は最初の4回転サルコーをきれいに決めたが次のトリプルアクセルはパンクしてシングルになった最後のジャンプも昨シーズンとは違い連続ジャンプにして得点アップを狙う構成だ 同日午後の最初の曲かけ練習では3回転ルッツプラス3回転トーループにし2回目の曲かけでは4回転トーループプラス3回転トーループだったが本番はアクセルのミスの影響もあったのか3回転ルッツプラス2回転トーループになったそれでも力強さとキレのある滑りは変わらなかった そんな意欲を前面に押し出すようなステップシークエンスを見せると、最後のコンビネーションスピンは、さらにスピードを上げた回転で滑って、演技を締めくくった。2シーズン前に、鍵山の新たな魅力を見せてくれた SP、ボーカッション、ボーカッションを初めて見たときと同じような運動量の多さ。また 新たな世界に挑戦しようとする意欲が垣間見えるプログラムだった今はまだ練習中だけどこれから練習や試合で回数を重ねていくごとに勢いとか荒々しさを表現できるようになったらいいと思っているこう話す鍵山は初めて振り付けを頼んだボーン氏の印象をこう語ったとにかく 運動量がすごいいなと思いました。自分が休憩している時でも振り付けのアイデアを出してきたり動きながら考えたりしていて自分より運動している感じで本当にたくさんのアイデアを出してくれて今回の振り付けが完成したのでシェイリーンさんと僕の良さが合致した。 すごくいいプログラムになったと思います。羽生結弦の挑戦と通じる部分に一方、フリー、レイン、イン・ユア・ブラック・アイズは、北京五輪のペアで優勝した水ンジ人ン、ハン・ソン組、中国や、アイスダンスのガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロン組、フランスが過去に使用したことがある、ドラマチックな曲、SP と同じように、 鍵山にとっては挑戦的なプログラムでありロックの SP とピアノ曲のフリーという構成で演技や表現の幅を見せるという意味では羽生結弦が挑戦していたものにも通じる部分がある新たな取り組みだ今回の「ドリーム・オン・アイスに」に北京五輪王者のネイサン・チェンアメリカと共にゲスト出演した 昨季世界ジュニア優勝のイリア・マリニン、アメリカは、この日の練習で4回転アクセルをきれいに決めていた。それを目の前で見た鍵山は、4回転アクセルをやりたいとまでは思わないが、自分が今挑戦しているジャンプにもっと取り組みたいなとか、新しいジャンプにも挑戦していきたいという気持ちが芽生えましたと話した。今 鍵山が新たに挑戦している4回転ルッツは、完璧ではないが、少しずつ形になっているので、このまま練習していきたいという状況、どんなジャンプ構成にしてくるかということも含め、鍵山にとっては、今年も、さらなる進化を強く意識するシーズンになりそうだ。